牧突前雨は、新末前漢前期にかけての強度の前雨。牧突とは名前であるとする説の他に、旧六語やモンゴル語の勇者を意味するバガトルの漢字音社との説がある。強度は、中華諸国などに進出しては土地を略奪する北方騎馬民族であり、中華諸国にとっては対応がわからず、長年の悩みの種であった。各国は、馬が越えられない壁を築き、 中華を統一した、旗の始皇帝はそれをつなげて長大な万里の頂上を築いた。これにより京都は中華諸国への侵入が難しくなり、さらに始皇帝は盲点に命じて、京都討伐の軍を出したため、その勢力は大幅に後退。同じく北方騎馬民族だが違う部族である西の、月市、東の東湖に圧迫されるようになっていた。北突和党万全愚の子として生まれた。 当初は、父の後継者に立てられていた。しかし、父の後妻が男子を産み、東万の関心がこの異母帝に向けられると、僕突は邪魔者扱いされ、緊張関係にある、隣接勢力の月子のもとに、和平のための人質として送られる。間もなく、東万は月子が無礼であるとの理由で、戦争を仕掛ける。着子を差し出したことの油断をつくことと、 木突が月子の手で殺害されるのを見越してである。しかし、この危機を悟った木突は、毎一発のところで月子の春馬を盗み脱出に成功し、父のもとに逃亡する。木突は東万全武のもとに戻る。東万は見込みがあると考え、死兵を与えたが、木突はいずれ殺されると思い、いわゆる無本を起こそうと考えた。そして、木突は、 紀元前209年に謀反を起こし、父、ママ母、イボテ及びその側近を抹殺した上で、前後に即位した。謀反にあたり、事前に木突は死兵を、秘密裏に要請していた。死兵を率いて、我がカブ矢を放ったらすぐさまを同じ方向に矢を放てと命令する。まず矢獣をいた。矢を放たない者は切り殺した。ついで自らの相場に向かっていた。 同じく放たない者は切り殺した。さらに自分の愛称を打ち、同じく放たない者は切り殺した。そして父の相場を射る時には全ての部下が矢を放った。こうして忠実な部下を得たのである。そして父が通りかかった際に、そこに向けてカブラ矢を放ち、配下の紙幣も大量の矢を浴びせ、これが無本の短所となった。即位直後、 唐古から死者がやってきて、当万様がお持ちだった千里をかける馬をいただきたいと言った。牧突が、謀反を起こし即位直後の弱敗のため、甘く見てのことだった。牧突は部下を集めて、意見を聞いた。部下立つは、我が春馬は遊牧民の宝です。与えるべきではありませんと言ったが、牧突は、馬は何頭もいる。隣国なのに、 一頭の馬を惜しむべきではないと言い、東湖へ一頭の春馬を送った。これにさらに、牧突を甘く見た東湖は、二度目の使者を送り、両国の関係ため、牧突様の記載の中から一人をいただきたいと言った。部下達は、東湖はふざけすぎています。攻め込みましょうと言ったのだが、牧突は、こうは何人もいる。隣国なのに、 一人の記載を惜しむべきではないと言い、東湖へ一人の記載を送った。また東湖から使者がやってきて、両国の間で国境としている千与里の荒野を、東湖が占有することにしたいと言ってきた。先の県では一致して反対した部下たちも、遊牧民ゆえに土地への執着が薄いこともあり二分された。その一方が、千与里の荒れ地など我々郷土にとって、何の価値もありません。 与えても良いでしょうと言った途端、僕と突は怒り、我々のすべての土地は国の根幹である。今、東古に与えても良いと言ったものは切り捨てろ。と言い、すぐさま馬にまたがり、全郷土民に次ぐ。我に遅れたものは切る。と東古へ攻め入った。一方の東古は、先の件もあって、完全に油断しており、その進行を全く防げなかった。教導軍は物を奪い、人は、 奴隷とし、東高を殺した末に、東高を滅亡させた。撲突は続けて、他の部族に対しても、積極的な攻勢を行い、月子を西方に逃亡させるなど勢力範囲を大きく広げ、広大な郷土国家を打ち立てた。ちょうど中原は、旗帝国崩壊から干渉戦争の頃であり、北方を重視していなかったこともモンゴル高原の統一を容易にした。 しかしそれは、中原を統一した関との決戦がいずれ行われることを示していた。紀元前200年、40万の軍勢を率いて、大を攻め、その死と、馬優で大王、関王神を寝返らせた。全関皇帝、竜邦が、不評32万を含む、新政軍を率いて、討伐に赴いたが、僕突然は弱兵を前方に置いて、負けたふりをして、 交代を繰り返したので、追撃を急いだ、劉邦軍の戦線が伸び、劉邦は、少数の兵と共に素人山で、牧突禅雨に包囲された。この時、劉邦は7日間食べ物がなく、窮地に陥ったが、陳兵の策略により、牧突禅雨の夫人に賄賂を送り、脱出に成功した。その後、牧突禅雨は自らに、有利な条件で全艦と講和した。これにより、 強度は全艦から毎年送られる財物により、経済上の安定を得ることとなり、さらには、漢王神やロワン等の艦からの亡命者をその配下に加えることで勢力を拡大させ、北方の草原地帯に一大遊牧国家を築き上げることとなった。この遊牧国家には、成立したての全艦王朝は対抗する力を持たず、劉邦が亡くなった後に、そなたの国の劉邦が死んだそうだが、 私でよければ慰めてやろうと牧突から侮辱的な新章を送られ、一時は開戦も辞さぬ勢いであった、旅記事も、中老将の寄付の勇めにより、遠極にそれを断る内容の手紙と財物を送らざるを得なかった。牧突前後はさらに、月子を攻め、さらに西方へ追い立てた後に、全174年に、在位35年にして死去した。 その後も東アジア最大の国として君臨していたが、全漢王朝が安定し国が共にいたり、慶帝の後を継いだ。全漢七大武帝は、撲突がもたらした、強度による全漢への屈辱的状況を打破するため大規模な対強度戦争を開始する。しばらく一進一退が続いたものの、全漢の衛星と各挙兵が強度に対象し、結局、強度はより奥地へと追い払われ、 約60年続いた流星も終わりを告げた。ただそれまで部族単位での略奪と牧畜が産業だった遊牧民に国家という概念と帝国型の社会システムを根付かせたことは大きく、後のモンゴル帝国へとつながることになる。ありがとうございます。